ははいい松でですすす動画ごご覧いただきありがとうございます今日はですね痛み治療でうまくなっていくため3倍うまくなるための方法、まあ、3倍というかですね、まあ、治療家として知っておくべき考え方のお話をねしていきたいと思いますので、まあ、是非です、ね、あなたが治療テクニックを学んでいても、まあ、なんか最後すっきり治せないだったりとか治療テクニックね学んでそれやってみるけど治せなかったあ次どうしていいか分かんないそんな人であれば役立つ情報だと思いますので是非最後見てください。 でもしねあなたが例えば治療テクニックやってみましたでね相手にこうやってかな治療やってみましたあそれで治ればいいんですよねでも治らなかった時に次何の手がやっていいか何をしていいかわからないっていうふうに悩むのであればそれは考え方の問題です考え方ですで この考え方をちゃんと学んでいれば治療で悩むことはないです少なくとも私も治せない患者さんいますでも次もう何もすることないってなったことはないです一度もないですでやっぱりあこれがダメだったんだったらこれやろうあこれやろうあってことはこれだなっていうふうに考えていけるようになるんですねでその方法としてこれは順番が大事だってことです順番が大事だってことを覚えてくださいですか順番とそしてそれを整理するこれがすごく大事ですね でまず順番って何かって言ったらあのこれって結局治療っていうのは確率論だってことを覚えてください確率論ですねなので例えばですよ皆さんあの膝が腰が痛いですってなりますね腰が痛いってなった時にじゃあ,あの足に捻挫したことがあるっていう器用がある方で膝も痛めたことがあるすっごい足膝の辺りを怪我したことがあるっていう人がいますで大腿筋の圧痛がある で大胸筋とか広背筋にも圧痛があるでも肩とかは故障したことがないこの場合だったらあなたはどちらを治療しますか先に例えば広背筋と大臀筋に圧痛があって、まあ、この辺りから腰が引っ張られて胸腰筋膜引っ張られてるんじゃないかと推察をしますよねでまあこっちの硬さもある大臀筋も硬さもあるどっちを治療かね多分普通であれば起用歴が多い 下半身に何か影響があるかもなっていうことで大電筋の方の治療で大電筋がなぜ硬くなるのかっていうところでその器用歴がある捻挫のところの治療だったりとか膝の治療をやっていくという答えをする人が多いと思いますでそれがいいんですよ <laughs> 間違いですよっていうわけじゃなくてそれがいいんですで皆さん自然とやってるんですけどこの選択を繰り返してるんですねそうで 例えばですよ今の話で言ったら大臀筋を治療しました、まあ、腰よくなったけどまた戻ったあっってことは腰の原因は痛みの原因はお尻,のお尻が根本的な原因じゃなくてもしかしたらこっちかもなって言ってこっちを次治療したそしたら痛みがなくなった戻りもなくなったあであればこっちが原因だったんだなっていう話なんですねでじゃあこの順番間違えてるかって言ったら私は間違いではないと思いますいいですかだって確率論ですよ 確率論で言ったら明らかに足から来てる可能性が高いじゃないですか足の方が怪我がいっぱいしてて足の治療をやっていくもしくは上半身何もない上半身の圧を治療していくどっちが先ですか明らかに下半身やっていくべきですよ、ね、で上半身でもしそれで原因が上半身にあったとしてもそれはここじゃなくて確率的に73ぐらいの割合だったらこっちからまずやっていきましょうって話ですそう で結局ね何が言いたいのかって言ったら自分の頭の中で整理ができてなくて例えば治療テクニックを落とし込んでいきますっていう人何をするかっていうと大臀筋の治療を習いました大臀筋を治療しました結果として私が大臀筋を治療するのとその人が大臀筋を治療するっていう結果は一緒です、ね、一緒なんですよで治りませんでした戻りが出たここまで一緒ですただ後背筋の方にも圧痛があった ね、で問診をしていくといつも日常的にこういうふうな姿勢を取ることがいいパソコン業務が多いんで広背筋大胸筋が硬くなってるあ確かにそっちもあるでも怪我が多いんだったらスポーツしてる時に痛くなるっていうから下半身かな大臀筋っていう考え方を私がしたのと何も知らずに大臀筋を治療したら腰痛が治るって言って大臀筋をしたこの2つだと運泥の差なんですよね。 で結局これでダメだった結果一緒ですでも私の場合だったらあってことはでも上の可能性もあるからちょっと広背筋やってみようこっちの人は選択肢がないので次がないんですよねそうだからこれって順番が最初大事って言いましたねあとはこれを整理していくてことですねこのじいろんな情報を整理して順番を整えていくそうこの2つの知識、まあ、2つのやり方っていうのが非常に大事になってきますそうで治療っていうのは基本さっきも言いましたけど確率論です で100%これしたら治るっていうものは私はないと思いますで100人中100人全員治せますって治療科はいません必ず何かしらあ違うんだな自分でも治せないんだなでその1100、ね、人中1人の人をどれだけ治せるかっていうところが治療科の本質なんですよど、ね、こを治そうと思うかって方が大事なんです でもやっぱりあだいぶ治せるようになったなっていう時に壁が来るあ難病の方を見て全然治せない、ね、内科系の方来て全然治せない、ね、自分の治せれば治せるようになっていくほど次のレベルの患者さんが来ますこれは必ずですだからもう例えば自分じゃ無理みたいなえながんの患者さん来た何をしたらいいんだろうね あこんんな患者さんが来た何病の患者さんが来たら何をしたらいいんだろうねでもそれでも良くなってきたあじゃあこれでも良くなるんだなあその人何病治せるようになってきて治せるっていうか改善できるようになってきた次の方が来て次の方ね。あの痛みだったり病気にならな患者さんってたくさんいるんですよで結局治せるようになる人ってのはこの情報をまとめる整理する力とあとはそれに順番をつけていくっていうこの2つの能力っていうのが非常に高いです。 なので、もしね、あなたがこれをできていない、ただテクニックを当てはめていってるだけだったら、この、まずその IT の話を整理していく、情報を整理していく、そしてそれに対して順番を決めていく、優先順位を決めていく、これがね、非常に大事になってきます。ただですよ、ただですよ、ここまでやっていく上で何が必要かっていうと、その知識です。知識、私はよく言うんですけど、点を増やせって言います。点がいっぱいあると、あとで線がつながります。ですか これはスティーブ・ジョブスがね言ってる言葉であるんですけど「点と点がつながる瞬間がある」ってねで治療で言うと点と点点点点点いっぱいあります点と点がつながると線になりますねで線になると初めて知識が使える状態になりますそう例えば腰痛と広背筋があの関係しているね広背筋と腰痛だって関係してるね広背筋と猫背っていうのが関係してるねこの点と点がありますでこれとこれがつながるとあ 猫背の姿勢が結構多いって聞いた時に「あ広背筋の圧痛があったあ」ということは広背筋が猫背の姿勢で硬くなってそれによって腰痛が起きてるのかもなこれ点と点がつながった瞬間です。ね。こういうふうに点と点が増,や点が増えていくと線ができてきますね。で大元ですよさっきの「整理をする」「順番をつける」って言ったのも順整理をつけるだけのそれだけの知識がないと無理です。 ね、その話例えば猫背のことが多いんですよねふんで終われば終わりなんですよでも猫背のことが多いってことを聞いて広背筋が硬くなるんじゃないかっていう知識が入ってくるとそこで初めて腰痛とつながりますだから考え方をする前に大前提としてある程度の知識のベースがないと治せないんですねなのでもしねあなたがやっぱりねその知識のベースがないのであればちゃんとした治すことで あなたがね、セラピストじゃないだったりとか、セラピストだったけども、なんかもう諦めてしまって、そんな人であればね、ちゃんと知識を学ぶべきです。で、患者さんからすれば、あなただってセラピストなんですよ。治療家なんですよ。ね。リラクゼーション2980円だろうが、なんだろうが、あなたが目の前に立ってくれて体を触ってくれてる時点で先生です。だから、それは言い訳ですね。ね。だから、ちゃんと知識をつけるってこと、最低限の知識をつけた上で体を触っていくってしないと、結局患者さんが悪くなっちゃうね。 で結局その生体だったりとかいろんな医療事故っていうものってやっぱねそのねその生体知識を知らない方が起,きてし起こしてしまってたりとかねっていうことが多いんですよ。やっぱそこはやっぱ改善していかないと私はいけないなといいとうに思ってます なのでそ、まあ、こ,こはね話は別になりますけどまず大前提として知識のベースを整えるでこのベースが整った上で次はその情報を整理していくそしてそれに順番をつけていくこのね土台があってこの2つ整理と順番これができることで痛みが治せる治療科少なくとも目の前の患者さんに対してもうやることがないっていう風になる不安がなくなると思いますので、まあ、ぜひですねこの整理順番っていうところを頭に置いて治療をやっていただければなという風に思います。 はい。ということで、今日はね、これで終わりますけど今日の話、よかったらぜひですね、チャンネル登録、あとはですね、これ、よかったら高評価、必ずしてください。はい。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひですね、また次の動画でお会いできればと思いますし、膝の,のね、治療テクニック、皆さんにあの勉強会、私の勉強会ですね、開催しますので、ぜひですね、下の方からお申し込みいただければと、概要欄の方に貼っているかなと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。はい。じゃあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日の動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。